大草城は、尾張国地田軍大草にあった、日本の城。地田半島の伊勢湾側の北部にある平城。佐治市の本拠、大野城とは、八田川を挟んで北に位置する。城市は現在整備されて、大草公園となり、本丸に模擬天守風の展望台が作られている。天正2年、この地を有していた佐治信方が、長島一向一揆で戦死し、 後継ぎの佐治一世が幼少だったためか、織田信長の弟、織田長松が、下軍を与えられ、大野城を与えた。大野城は、推理が悪いため大草の地に築城を開始したが、本能寺の変の影響で、再び荒廃してしまったとも言われる。小牧、長久手の戦い後、長松が、摂津国に違法されたため、完成を待たずして、廃城となった。本丸、二の丸、 三の丸を廃し本丸、二の丸の周囲を堀と土塁で囲った、はしご格式縄張りが良好な状態で、残り現在も見ることができる。江戸時代に入ると、終わり藩は、大草城跡を、地下軍の防御城重要な地として、加労の山積淡路森秀流に、大草の地を与え上司近くに京構えて、上司の保全をさせ、歴代の山積市によって保存された。現在でも、 城跡の周辺に東屋敷や西屋敷などの大技が残る。1970年代から城市全体を公園として整備され、1979年には展望台が設置された。平山城である大野城の主角からは大草城の前景が展望できる。AB、愛知県史跡整備事例集、P126、大草城、愛知エースネット。 2017年3月6日閲覧、ありがとうございます。